うるさいな。はいはい、どなた？諸葛孔明殿、突然ですが私の軍師になってください。うちは宗教セールスその他一切お断りだよ。わかったから、とりあえず詳しい話は中で。これぞまさに三個の礼。それで何なのあんた。申し遅れました、私劉備玄徳と申します。は？劉備って三国志の？はい、中山聖王劉璋の末裔です。すまん、よく理解できんのだが、その劉備玄徳様がどのようなご用件で？それはもちろんあなたに会うためにですわ、諸葛孔明殿。諸葛孝明だ。名前が似てるだけ。おかげで散々ネタにされるわ、比較されるわ、しまいにゃあんたみたいのまで現れて。いいえ、あなたは諸葛孔明殿です。誰が何と言おうと。他の誰でもない、本人が違うと言っとろうに。とにかく私にはあなたが必要なの。何度言われてもダメなものはダメ。こう見えても忙しいんですからね。朝から晩までバイト三昧で、今日だって貴重な休みなのに、こんな頭の変な。見た目はいいんだけどな。お願いします、私の軍師になってください。お金が必要ならいくらでも。いい加減にしてくれ、金持ちの遊びに付き合ってる暇は。あ、諸葛孔明、私に忠誠を誓いなさい。っていうか私のこと好きって言え。好きな。もちろん責任は取ってくださりますわね。はめたな。あら、はめられたのは私ですわ。ああもう分かったよ、煮るなり焼くなり好きにしろ。よろしい、話がまとまったところで私の可愛い妹たちを紹介しますわ。妹たち？二人ともいらっしゃい。関羽、雲長だ。張飛へ帰宅です。我ら三人、生まれた時は違えども死す時は一緒シスターズ。今後ともよろしくご指導ご鞭撻のほどね、孔明。それで俺は何をすればいい？はい、仕事だよ仕事。軍師って言っても戦争するわけじゃないだろ。今のところその予定はないですね。まずは国づくりの基礎を固める段階ですし、いつでも私のそばにいて私の命令を忠実に実行する、それがあなたの役割ですわ。おい、ちょっと待て、国づくりってなんだ？一応聞いておくけど、お前の目的って？そんなの決まってるじゃないですか、世界征服。ブーというと聞こえが悪いので天下統一と知っときましょう。聞かなきゃよかった。そうだ、あなたにしかできない重要な仕事がありました。なるべく反政府的なの以外で頼む。子作り。子って王としての世継ぎを定めるのも大切な責務ですから、とりあえず子供は吉良邸に討ち入りできるくらい欲しいですわ。47人、多いな。そこはそれ、私たち3人で分担してローテーションでうまいこと。って何よ張飛、私たち姉妹は一心同体でしょ。死ぬ時が一緒なら産む時も一緒なの。でも私経験ないし初めてだし、心の準備が。体の準備ができれば心もついてくるわよ。いや、やめてお姉様。大変だな軍師殿も。そう思うんならあれをなんとかしろよ。気にするな、私も処女だ。ザンバカトリオか、お前ら。